どうもこんにちは、ふりちゃんです。今日はじゃじゃーん、お家を組み立てました。三段式です。2階に上がったけどどうするんだろうね。降りれるのかな明日。さて、子猫と一緒に生活し始めて3日ぐらい経ったんですけど、初めて猫を飼ってるんですけども、すごいですね。自分でトイレの場所とか覚えるんですね。ちゃんとちゃんとここって決めたところにずっとするし、誰が教えたんだろうって本当に思います。で、あとはね、全然子猫用のミルクとか買ったんだけど飲まなくて、まあ水分あんまり取ってない気がするんだけど、まあ餌がね、一応子猫用のなんていうんですかね、ちょっと水っぽいべっちゃりしたやつを、まあ毎日2袋ぐらいずつ食べてるんで、ちょっとやっぱね、壁かいてる。ちょっとあれですね、話した方がいいかな。ね。ちょっとまあ、何話したか忘れちゃったんですけど、ちょっとミックスフードをね、食べてるんですけれども、まあ、それが割とね、水気入ってるからいいのかな。お、すごい。初めてここまで行った。今日中に行くかな、上まで。これ大丈夫なのかな、これ。危なくないのかな、こんな。で、なんかね、落ちたら骨折しないの？ね、ちょっと気をつけてよ。もう夜だからさ、これからもう寝るからね。ちょっと。はい。本当に猫は不思議がいっぱいですね。うちのクマさんはもうすごい大好きで、もういつも帰ってきたらね、抱っこしてよしよししてるんですけど、私がねその間にちょっと猫風邪って言われたんでね、目薬とかいろいろもらったんで、それをつけて、なんか体拭いたりね、ブラッシングしたりして、はい、そんな感じでやっておりますけれどもね。あとはそうね、とりあえずこのケージからはまあしばらく出さないでこのままにしておこうかなと思うんですけど、家でまあ落ちて、でどうする、で、あ、またも、あ、危ない、また戻るね。どうすんだろうな、これ下降りるのかしら、降りれるのか、あそこで寝るのかな。ね、ほんとよく寝ますよね。ずーっと寝てる。日中ね。で、6時ぐらいに起きて、それでご飯食べ始めたり、みゃみゃ言い出したりして、ね、そうやって、あ、またすぐね、寝ますね。あらら、遊んでるの？あららら。すごいね。ね、ちょっとね、部屋の中はちょっとまあコンセントだらけだしね、できるだけちょっとこの中でね過ごしてもらいたいなと私的には思ってるんですけどね。はい、って感じでね、結局来て3日ぐらいね、ずっとこの子のね日々をちょっと追っかけてることで、ちょっと日々がまあ夜の時間が終わってしまってですね、ちょっとなかなか今結構仕事も忙しいんですけど全然手につかないっていうね、月初は結構忙しいんだよ、るちゃんね。まあ元気にやってくれてるみたいだからいいけどさ、寝ちゃうのかなこれでね。はいね、はい、まあそうね、あとはまあそうね、私は今ちょっと在宅勤務中なんでね、ずっと家にいるんで、まあ、ずっと見てはいられるんですけどね、トイレトレーニングとかできるかな私。
ちょっとね、クマさんは結構ね、全国津々浦々飛び回ってるんで、ちょっとまあ私が見ることになるとは思うんですけれども、さあこれからどうなるでしょうか。ちゃんとまあ無事に育って、しつけなどなどしていけるんでしょうか。あ、はい。というところで、ちょっとまあ何か、まあ、子猫ですね、拾った子猫他にも飼ってるよって方、結構私の周りにもいたんですけど、何かアドバイスあればぜひぜひください。よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。バイバイ。バイバーイ。